はい、皆さんこんにちは、ワネルゲルブシです。戦国バサラ真田幸村伝ですね、続きをやっていきましょう。前回はですね、第1章の江林宗久の魂をプレイしました。今回はですね、第2章武田壊滅天目山の戦いをお届けしていきたいと思います。では早速見ていきましょう。第2章武田壊滅天目山の戦い。伝丸が乗り越えた真田家初陣の試練、そしてライバルとの出会いから幾年月の後、真田のしけたる武田家は存亡の危機に見舞われていた。虎の異名を持ち諸大名に畏怖された伝説的武人武田信玄が、その志も半ばで命尽きる。そしてその家督を継いだ武田勝頼の力を世に天下父母を掲げ、あまねく天地を喰らわんとする魔王織田信長へ抗うにはあまりにも無力であった。折しも信長の魔死は容赦なく武田の丘陵甲州へも届き、抵抗を虚しく捕らえられた勝頼の身は今信長の手中、死の淵にあった。この時すでに元服し、その名を改めたかつての弁丸真田幸村は、主君勝頼を救うべく兵を挙げた父正幸に従い、兄の信幸と共に魔王織田信長へ戦いを挑むこととなる。はい、というところで第2章のねシナリオを見ていただきました。実際には武田勝頼は天目山で、自害をして果てたというところなんですが、このゲーム上では信長に捕らえられて、その信長を救うために、真田正幸信幸幸村が助けに行くみたいなね、形になっているのかなと思います。では、早速ねやっていきたいと思います。詳細設定っていうので、戦い方に合わせた型を装備しようということで、さっき型がね購入できるようになりましたよみたいなのが、さっきじゃないですね、第1章の最後に出てたと思います、前回の動画の中で。ですので今回はそこを見ながら戦い方に合わせた型を装備していくっていうところからになるんだと思うんですが、型タイプによって初期パラメーターの数値やセットされているスキルが異なります。でパラメーターは型レベルが上がると各パラメーターも上昇する、これは体力、攻撃力、防御力、バサラ、気合とかね、そのあたりになっているようですね。でスキルレベルは3段階まであって、解放の武神段階はスキルごとによって異なりますというふうになってますね。じゃあ今変えるのが何かあるかと、今装備中金レベル3ってやつですね。これはバランスが取れた平均的なパラメータ特性になってますね。で防御力、剣に関しては防御力に比重が置かれている。撃は攻撃力。どうなんでしょう、撃とかの方がなんか見た目面白そうなんで、ちょっと撃にしましょう。撃を変えましょう。で撃を装備で正幸に関しても、正幸は違うんだ、技になってますね。劇がなくて劇の代わりに技っていうのが入ってますね。へえ、どっちがいいかな。気合に比重が置かれている。へえ、見切りか。見切りってただまでやったことないんで、どうせだったらじゃあこの見切り技がなんか充実してそうな、このやつにしてみます。ただ装飾って書いてんだよな。だったらこっちの技にしましょう。成長型が標準なので装備しましょう。レベルはちょっとまだアップさせないで、お金の入り具合を見ていきましょう。で信幸に関しては劇が今レベル3を持っていて、
なるほど、この劇かなり魅力的じゃないですか。会心率アップ、会心力アップがついてて、討伐変換、敵を一人倒すために攻撃力がプラス2される。これにしよう。すっげえ髪型してますね信行は。でお金が9400モンセンあるんで、今やったレベルを3まで上げていきましょう。カクカク、これでいい感じになるんじゃないかな。よし、他の2人はもうすでにレベル3ですね。ではこれで出陣していきましょう。一気に成長したね。信行の武器なんかかなりいかついですね。で、このアクションパートであまりにもグダグダ雑魚敵を倒すシーンが続くようなところは、この信行が早送りに続きいただいたりするかもしれないんで、そこだけあらかじめご了承ください。ポイントになるようなところはきっちりね、実況していきたいと思います。そこは皆さんと一緒に見ていければいいかなと思ってます。いついかなる教授が降りかかるやも。で、あ、三輪長秀がいる。三輪長秀って宿老中の宿老ですよね。信長軍団の中で。結局三輪長秀は信長が死んだ後にね、清須会議とかそういったところでは柴田勝家ではなく秀吉に味方してますよね。バサラーゲージも結構長くなってますね。本当に。ちょっとバサラ技使ってみたいな。早速。ちょっと500ヒット達成か。敵の数が500。いないから虹色は達成できないかもしれない。ここでバサラ技だ。500ヒットいったね。これスカウトいけますね。そういうもんでござりまするよ、小せがれ殿。あれだけの個性で我ら魔王軍に歯向かうとはな。なるほど、あの虹色チャンスが来ると、あの虹色のエリアから出れなくなるんですね。そのエリア内で、500ヒットかな、やんなきゃいけないとか。お、カズトヨがいる。山の内カズトヨ、これ大河ドラマになりましたよね。カズトヨも、まあ、せっかくなんでカズトヨもじゃあ倒しましょうか。どういったカズトヨは。もう倒しちゃったか、もしかして。おお、鉄砲持ってくるんだ。鉄砲は防御できるのか。ちょっと鉄砲が防御できるか検証しましょう。できるっちゃできるね。今体力ゲージ減ってなかったですね。減ってないから一応防御はできますね。取れ。では先を急ぎましょう。で、勝頼のもとへ向かえと言われてるんで。あ、何この織田狂気祭とかいうやつがいる。何者なのこの狂気将か。まあこれはあれかな、雑魚的の中ボス的な感じなのかな。武将名はついてないですね。お、木曽正幸がいる。義政か。これ裏切り者ですよね。信長が攻めてきた時に一番最初に、確か信玄の妹だかお姉さんだかを、その正室に迎えているにもかかわらず、最初にこの寝返った信長側にね、寝返った武将ですよね、木曽義政は。
動きが鈍いぞ雪村。宣告までの威勢はどこへ行った。しかし兄上、親父様より物事は冷静に見ようと日頃から。それで槍先を曇らせていては元も子もなかろう。親父殿は親父殿、お前はお前だ。お前は自分の道を。ここは連撃をつなげていった方がまあ絶対いいんでしょうね。俺の道をただまっすぐに馳せていく。俺は頼もしいね。自立した子を持って幸せだよ親父様は。木曽正義がいる。木曽正義は逃がさん。我らが前へと進む限り。素晴らしきお言葉。ここは300人を倒さない限り、この手形がもらえなくて先には進めない感じになってますね。俺たち束になってかかったところで止められん。戦国の記述、もう少しで二層の若さら。これが真田親子か。バサラがたまりますね。300人って結構な数だな。ここでバサラ技だ。300人で結構な数だ。300人だと部隊長っていうか一部隊ぐらいの撃破する感じになりますね。足軽大将か、下手したら侍大将クラスが率いてる一部隊がきっと300人ぐらいなんじゃないですかね。だいぶバサラじゃない、バサラの連撃も1700まで上がってる。2000まで行きたいな、せっかくなり。これね、プレイしてると思った以上に爽快感があって楽しいですね。ここでちょっと使っちゃいましょう。武神伝心バサラゲージを貯めていきたいし、武神も貯めていきたいので、お、手形を作りましょう。先は勝手に分かれ、我らのうち一人でも勝頼様のもとへたどり着ければよい。はっ、よし、これで先に戦争です。それにしても信行の武器ちょっとすげえな。お、正幸が使える。ちょっとどんな感じになるかちょっと見てみましょう。通常攻撃はこんな感じです、ね、結構短い槍みたいなの持ってましたよね。これかえって動きやすいかもね。おお、すごいな。最後のやつはお客人型、この正幸策をばどうするつもりは毛頭ござらん。ただわしを阻む輩には消えてもらう。覚悟を決めてかかりそうだ。川尻秀隆がいるな。勝頼様、信玄公の忘れ形見を失うわけにはいかん。さてと、の道は我らバサラゲージが溜まってきたんで、早速ちょっとバサラ技を見てみましょう。信行のバサラ技を。ねえ、あの方々の到着はまだか。兵士たちの様子が尋常じゃないのよ。なるほど、この道は当たりってわけだ。この辺のあれは邪魔くさいですね、鉄砲持ちは。バサラゲージはできるだけ貯めておきたいんで、そのまま行きましょう。お、なんか出てきた。ここでいいぞ勝家。承知つかまった。勝家か、これは。利家と勝家か。槍の待てさ、前田利家。ここはいきなりバサラ技を使いましょう。柴田勝家、これより先は我らが倒産。信長の子の前、本当に聞く織田の又座隊か。やはりこの先に信長が。ならば勝頼候補。信長様の御前で続行すると、何たる強行。いや、この私であれば必然の幸運か。おう、その息だぞ勝家。でも油断はするな、こいつ
義経とかかっこより倒せんのか。これはそうなんだ。光秀様に次ぐ側近となることも夢ではない。そうなれば次はこれは倒しておきたいんで、ちょっと倒しにかかりましょうか。白昼夢にふけったまま戦うとは、あいやはや、なかなかどうして器用な若造だね。勝家は結構細身に描かれてますね。戦国武装とかとかなりごついキャラになってますけど、ここではなかなか細身なキャラとして描かれてますね、勝家。物のお見受けいたす。ああ、何でも聞いてくれ。なれば何故信長の非道なる振る舞いをカンカンなさる。天下不武とは魔王がごとき存在を将来し称賛するものか。違う。ここは振る舞いを見て、そうではないか。それがしは信じているんだ。信長様バサラ技を繰り出す。一つにした後、みんなで一生懸命力を合わせれば戦のない平和な世が作れると。先を信じているから、今はどうであろうと構わぬ。そう申されたのだ。それで構わぬ。この天下を統一できるのは信長様だけなんだ。他の誰にも成し得はしない。そうだ、下天を食らうに至る者は信長様のみ。今はまだだ。あとは利家を倒せばこれですね。せっかくなんでちょっとね、単調な戦いにはなってしまいますけど、勝家も倒す、あの利家も倒していきましょう。OK、はい、じゃあこれで先に戦っていきましょう。この先はね、もう急いでいきましょう。お、成政がいますね。今度は成政もじゃあ倒していくか。お、うろうろしてる間に成政倒さずに先に進んじゃった。今度はどうですか。信行すげえ武器持ってますよね。でこれは誰、家康か。真田信行、聞き死に勝る豪の者だな。強そうだ。徳川家康、お前のような者の負が織田にいようと一つ問う。この武器は織田信長とはどのような男だ。気になるか。だが難しい問いだな。わしにも信長公の誠は未だ測り得ないんだ。武神が待ちに出たけど、信長公の持つ強さ、天下人たりうる天下不武の力の凄まじさだ。バサラ技を見たいですね。将も民も等しくただの人となる。恐ろしい力だが、乱世を平らげるには必要な力だろう。バサラゲージが多少溜まった。信長公の強さに。強くなければ正しき道を、いや己の道さえも進める時代だ。強き者が正しく選ぶ道はこの信行の進む道でもある。信長の天下不武、バサラゲージがもうちょっとで溜まるんだけど。お、溜まったかな。溜まってるね。よし、お前はまっすぐな男だな、真田信行。くらえ。わしと行こう信行。お前を信長公に引き合わせたい。え、どういう展開。お前は恐ろしくはないのか。恐れる、何をだ。信長公、そして公が導く世の姿。俺は森永よ、それを抱けるほど。いきなり、ま、だだそれもそうだな。家康と意気投合した感じになってますけど、怖い。
まあ、確かに家康と信行はね、関ヶ原の戦いでは東軍につきますよね。まあ、家康を率いる東軍に信行につきましたよね。一方正幸と幸村は西軍についたっていうのがね、事実だと思うんですけど、法律で正幸です。わしは臆病者だ。だが信行、お前は違う。こうとも己とも、これ信行強いな。この武器が強いのか。その答えがわしをも導く。そんな気がしてならない。織田信長、それほどまでの男か。勝松がいます。今滝沢勝松がいます。勝松とか徳川四天王じゃない、織田四天王ですからね。もう蒲生氏郷もいる。もうこの辺りは歴戦の戦国武将のオールスターな感じですけど、雑魚的な扱いで描かれてるんですね。さあでは先を急ぎましょう。なんか誰か挟まってね、挟まってたね今。信長と道で同時に相手するのか。まさゆき目が参りましたぞ。お気を、お気を確かに。まあまあ、それほどまでに血相を変えずとも。ちゃん、信長とか相当強そうですよね、やっぱり。魔王感が半端ないな。明智光秀様、今しく勝頼様を解放しろ。信長は強いな、この連打も。さもなくば殺し、連打が強い。私を信長公も、それはそれは面白くなります。結構必死に連打しましたね今。いいよ、自らが。もうおじさんの身にはなかなかきつい連打の戦いでしたね今。申し訳ございません。あのゴミを始末せずにいたのはそのためでした。真田正幸、よし、貴様の傷とやら世に披露してみせ。これ穴子さんの声だ。豪商だ。勝頼様を返してくれ。あの大方を失えば武田は滅んでしまう。虎の子は先に三井で倒した方が良さそうです。弱気が滅ぶは信長と三井で両方同時に相手にするのはなかなかきついんで。異様に近いトマトなるし、ね、まずいな、このままだと死ぬ。図に乗らん信長、返さぬなら力づくで取り返すまで。親方様、やはり、よし、こやつの息の根は何について復活か。でもわしが止めておくべきだった。ここはつまり、は体力第2つとも体力第2つか持ってなかったですね。河野暗殺を企てたものの、それを信玄公が止めたということですか。そうだ、親方様は終わりの大宇助をも導けると。だがあの方は寛大でありすぎた。寛大ですか、愚か、浅はか。同じ方向に集めたいですよね、敵を。間違いでは死ぬのし、虎目は塔に失せた。下船は世の中人がままゆき。まずいね、左遷と言ってよ。ここでマサラをどう使いましょう。武田のわしの心に生き続けている。相変わらず優しく強く荒々しく賑
握った拳は大きく激しく胸を打ち、ゆるりと周りを巻き込んで、絶対無欠の約束を高く掲げて、撃破したはずだった。ご清聴ありがとうございます。終始よし、これで三井秀はもう復活はしてこないので、あとはもう信長をボコりましょう。しまった、反射的にバサラ技を使っちゃった、もったいなかったな。アーリシヒに出会った一人の男は、優しく強く荒々しく、握った拳は大きく激しく胸を打ち、ゆるりと周りを巻き込んで、絶対無欠の約束を高く天へと掲げる。これで信長が一度復活してくるでしょ、きっと復活するよね。しかもよりまがまがしくなった。バサラ技もう押しときたかったね。だいぶダメージ与えたと。今はね、四角と三角と L1 の連続押しです。このコンボ結構いい、有効かもしれない。からの三角からの L1、 R1 かな、なに、ちょいだけ。もうこのあと信長はすぐに本能寺の辺で死ぬはずですから、これが多分最後の戦いになるでしょう、信長との。さあこれでとどめだ。まだ復活する、まだ復活するね。しかもまがまがしさがさらに増してやがる。これは死ぬぞ。体力回復の何かがないと。ない、マジか。ただ信長の蹴りも結構激しい。負けるわけにはいかない。なんとか勝ったかな。結構危なかったですね。おやじ殿、カスより様を。たかるな、前に。命を選べ、それかこれか。一方のみくれてやる。ならば親父殿だ。おぶゆき、何をしまようか。小僧、よう言うたわ。
よせ、やめろ。勝頼様、はい、というところで天目山の戦いをご覧いただきました。武神伝神3回圧倒するっていうのがあったんですね。あと今回はスーパーフィーバーっていうのがあるんですね。フィーバーモードを覚えるスーパーフィーバー、これもちょっとできなかったですね。で、雪村信之正幸の新しい方が購入可能になりました。で、固有技旋風、これができるようになりましたよと出てますね。はい、というところで、第2章武田壊滅天目山の戦いご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回はですね、六文銭誕生という第3章をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。